日本一脱獄が困難な刑務所と言われた網走。刑務所脱獄は、収監されている、刑事施設から無断で施設外に脱出する行為である。老破りとも呼ばれる。日本の法律上は逃走という、刑事施設も含めて何かしらの施設や組織から逃げた場合は脱走とされる。刑事施設の中では著しく権利が制限されるため、 施設の外に脱出することによる自由を得るために行う。また死刑判決を受けた死刑囚が生命の危険を感じて逃走するケースもある。逃走する方法としては、施設の破壊、職員の汚職や内部の協力者によるもの、外部の助けを借りて、火事や地震など災害の混乱に乗じて様々な方法で脱出が行われる。これらに対して刑事施設側も、 消防施設、センサーや監視カメラの拡充を行い、アメリカ合衆国やオーストラリアなどでは条件付きで射撃規則を設け、周りに人里がないような流刑地や高度警戒刑務所に移送する対策をしている。日本、ナミビアなどでは脱獄は権力執行を揺るがす事態であるため、政府は逮捕拘留されている者が刑事施設から脱出する行為に対して逃走の罪としている。 一方、オランダ、スウェーデン、ベルギーやメキシコ、ドイツ、オーストリア、スイスなど、いくつかの国家では、罰から逃げようとするのは人間の本能であるから、脱獄は合法とされている。しかし、これら脱獄が合法である国家でも、脱獄を支援するのは罰せられる。平成で日本における脱獄の事例は、1989年10月16日に、 強盗合姦罪等で、熊本刑務所に服役していた受刑者が逃走し、1年後に逮捕された例や、2012年1月11日に、殺人未遂等で、広島刑務所に服役していた中国人受刑者が逃走し、2日後に逮捕された例がある。逃げられないような地形、高い二重フェンスなどの施設構造、監視カメラセンサー類の機械警備、 複数人の警備員による警備。1882年以降の刑務所脱獄人数、推移。また、刑務所以外の刑事施設からの逃走が含まれていない、ことに注意する。出典出典出典2010年のメキシコでは、大規模なものだけでも3月にまたもろすの刑務所から40人、同年9月に例の差の刑務所から85人、同年12月に、 ヌエボラレドの刑務所から141人の脱走が報じられている。1983年のオーストラリア、ニューサウスウェールズ州内では1年間の脱獄件数が183件に上っていた。脱獄数はその後減少傾向にあるが2017年現在でも10件の脱獄が発生している。1990年代のアメリカ合衆国では14000人を 超える脱獄者を記録した年があった。これは、軽犯罪者を収容する、警備、拘束レベルが非常に緩い刑務所の存在があるため、脱獄者は年々減少傾向にあり、2016年の脱獄者数は2330人。以下に挙げるものは大規模な脱獄事件、大きな事件の被疑者の脱獄事件、マスメディアで大きく取り上げられた脱獄事件などに限られる。 ありがとうございます。